はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロストヒーローズ2、前回の続きからやっていきたいと思います。デストロイキューブですね。新しいキューブができてターン X が出てきたんで、ちょっと今回ターン A ガンダムを入れてみました。ユニコーンガンダムをちょっと外してターン A と入れ替えですね。これでちょっとデストロイキューブの方進んでいきたいと思います。じゃあ行きましょう。中継地点1。お、なんかいきなり変なのがある。ここが中継地点。あれ、なんだ、どっちへ行けばいいんだ。ここは帰っちゃうか。ここは行けない。んー、これ変な。行ってみましょう。あー、ワープゾーンか。ワープゾーンを進みながら行くって感じですね。さあ、あとは敵がどんなん出てくるか。おお、ガーゴイル見たことはあるどっかの中ボスだったよな。なにー、こいつ弱点なんだっけ。ちょっと待って待って待って、やばい、死ぬ死ぬマジか、全然減ってねえな。ちょっと敵全体を駆使して。何が効く、結局何が効くんだかわからなかった。クワンタがやばい、クワンタが。お、宝箱7000円。こっちで合ってるんだか間違ってるんだかすら全くわからないけど。うわー、戻された、社長宝箱が見える。これはちょっとマップ覚えとかないとやばいな。相当戻されるぞ。こちらからは通れない。ここは行った。じゃあ次こっち。うわー、完全に戻されてんな。リーン、リーンの翼。この音はターン X。どこにいるんだ、姿は見えないな。早速ターン A がシャシャリ出てきましたね。これよりミッションを開始する。ガーゴイルの弱点がわからない。スタンさせとこう。一応倒せんな、一ターンで。ここは行き止まりか。お前たち下がれ。でも、これもう次来たら道覚えてないぞ完全に。ターン A がレベルアップ。これは右か左かみたいな。はは、違った。この真ん中のやつもまだ行ってないんですよね。こっちの方なんか通じちゃったな。ガメロット、あいあい。
どっちだっけな。これよりミッションを開始する。ツルク星人。ここも新しい。うわー、戻されたよ。中途半端なところに戻されるともうちょっとわかんない最初に戻されたし。こっち来て、いやーもうわかんないな、覚えてないな。ここなんだっけ、こっちでいいんだっけ。まあ、戻った分だけ回復はできるんでいいですけど、全く先に進めなそうだな。あ、そうそうそう、これでこっち行ってみよう。あ、ここ来たな。これよりミッションを開始する。ここは本当にめんどくさそうだ。うわー一応ショートカットができた。ここは開かない。わからん。とりあえず次のイベントまで行きますか。ここまで来るのにめっちゃ苦労したなもうめんどくさいからアクティブクロークを投入しました。キュイー、確かこいつはゾイガーだったな。ティガの世界の怪獣だ。キュイー、危ない。すまない。だがこいつがいるということはガタのゾアも。とにかくこんなやつさっさと片付けよう。よし、さっさと片付けよう。いや、ドライブを使うあれは必要ない。ターンエイって何が強いんだ。手刀じゃなくてビームサーベル。一応火だなこれ。あ、1ターン目に準備をするの。自己修復とかあるし、ナノマシンか、ミンチドリル。何がいいんだろうな。まあ、とりあえずこれにしとこう。なんか飛んだみたいなこと言ってたぞ。うおー、マジかよー。うわー、あいつを外してきちゃったからな。ロックオンがない。ロックオンが。うおー、めっちゃ外れる。あ、マジでこれ超めんどくさい。マジですかいって感じだよ。ただそんなにヒットポイントはないな。もう半分以上減ってる。こっちもザコキャラで出てきそうだな。そうすると、じゃあラッシュをかけて、倒しましょう。月光町である。まあ雑魚的でしたね。あ、でもチップ手に入れた。普通にやったな。
ターン X 名、俺たちのことを見ているのか。ではこのまま進んでいきましょう。これは進んでいるで大丈夫だよね。またワープゾーンで時間がかかるようだったらサクサクっといっちゃうけど。結構減ってるけど、このままガンガンいくか。ほら、うわー死ぬとりあえずクアンタがレベルアップ。あれ戻ってきた。お、ガンホールド、ようやく手に入れたチップを。こっちも行ったな。じゃあこっち、ここはワープゾーン、もう新しいとこだ。剣道だ。スコーピオンゾーディアスじゃんこいつみんなめちゃくちゃ感染したけど大丈夫か。広いなこのマップも。ワープがあって広いとめんどくさいとこだな。結構これ500とか食らったぞ今。回復させなくては。SP もちょっとやばいな。ウルトラマンとか、うわ始まっちゃった。もうマジでちょっと強敵出てきても困るよ。ここでマヒロ軍団ではないか。はぁはぁはぁ、マヒロ知ってんの己白ひげか、お前を見るとイラつくんだよ。者ども、いよいよ実戦だ。この時をどれだけ待ち焦がれたか。よし、車がかりでの陣で潰せ。おお、うわあ、う、はあ、く、そこをどいてください。うお、ロストヒーローどもを目の前にしてむざむざ矛を収められるか。が、下がれ、ターン A、先行しすぎだ。こうなりゃ一気に行く、槍の陣だ。おう、俺の DNA を満足させてくれよな。いっぱいいるこれはどう戦えばいいの。とりあえず全体攻撃で、いや一体ずつ確実に倒していくか。スタンか、いいね。スタンするのかどうか分かんないけど、パニックとかなんのかな。ひるみと誰も何にもならない。で弱やっぱ全体で倒していこう弱いこいつら、普通の敵だ。でもガードされるな。あー全然弱い、普通の敵と一緒だマヒロは雑魚敵だったか。やったぞ。ん、どうした？倒した直後、何か妙な感じがしたんだか、気のせいか。まあいい、行こう。ちょっと帰りたい気もするけど、
まあいいや、このまま行きましょう。ウルトラマンの SP がやばいな。戦闘でも使いますからね、SP。これどっちだ。宝箱がある。まあ宝箱あんまりいいの入ってないですけどね。リカバリーキット。普通のアイテムだな。バカ。うおー、ダメージは食らう。これはこっちでいいのかな。これ一回拠点に戻るとめんどくさいな。ここまで来んの相当時間かかるぞこれ。あー、ここ来てる。あ、ここなんかどこだかわかんないけどショートカットになった。ショートカット重要だな。開けとかないと。俺のビッグバンはもう止められないぜ。めんどくさいからアクティブクロックを使っていきましょう。あれ、始まった。ちっ、まただ。ローゼンズールではないか。ローゼンズール、ハザードに巻き込まれ死んだかと思っていたが俺はそんなこと全く思ってないぞ。それはこちらのセリフだ。よくも生き延びたものだ。だがその悪運もここで尽きる。貴様らは大佐の計画を汚したシミだ。シミは残らず消してやる。あれ、戦うのそのまま。おお、ローゼンズール。ちょっとウルトラマンの SP マジやばいんだけど、80しかない。とりあえずスタンどうしようかな。ひるみ、インコム強えスタンしないし、やべ、インコムマジ強え シールド、スタンはしないですね。そしてやばい、全然使えない。アストラあと1回しか使えないし、仕方ない。これ使おうか。いや、アストラでどんどん上げていきましょう。うわ、食らった。2発食らったよ、マジか。大スタッキーっと2回食らうと死にますからね、本当に。回復させたらラッシュを使う。うわー、ラッシュを使おうと思ったら死んだ。生き返らせて、どうしよう。ダブローがな、使えないからな。そしてこいつももうあれがない。ヒールレイン3溜まったからな、使おう。もうこのままガンガン攻める。月光町、こいつちょっとやることはない。これ
ターン A コンボ、リカバリーキットでなおかつヒールレインを打とう。これで完璧だ。で、シャイニングエメリウムを貯めて、こいつはマキシマムドライブコンボで、これを耐えきれっかな3ターン。おお、めっちゃ減る。ヒール2。おお、やばいやばい、死ぬ、死んだ。諦めるか。今はこいつなんだっけ、この力を使う。なんかダメージを与えたぞ。ガンダムだ。ガンダムハンマーの大復活キットだいぶ使ってんな。うわ、死んだ。これ2回食らうと死ぬ。連続でターン A 復活させよう。やべえ、あと2つしかない、大復活キットが。うん、どうしようかな。あともうちょっとだから倒せそうな気もするんだけど。アストラップ、ヒールレイン。うわー、アストラップ1個しかない。あとよし、ここだ。これで絶対倒せる。このままガンガン攻める。結構超こいつ攻撃しかない。オッケー。うん、だいぶ死にましたね。ローゼンズール、これで終わりか。なぜ貴様らごときに、この私が。かー、おー、絶望だ。今のはなんだ。ほう、とんでもない怨念だな。ターン X、 どうしてお前は見ているだけなんだ。小生にも考えがある。小生、ターン X にはまだまだ未知の力が秘められているようなのでな。この先のエリアで待っている。おい、待て。え、待て、行かないよ。チッ、ターン X め、何を企んでいるんだ。ピピー、光からだ。状況はどうだ。ターン X の動きが怪しい。自分では戦わずにそれほど強いとは言えない敵ばかり次々と出してくる。同じか。どういうことだ。実は他のキューブでも中堅かそれ以下の敵ばかり次々と出現し暴れているらしいんだ。それもターン X の仕業でしょうか。それは分からんが、すでに別動隊を各キューブに派遣し調査に当たらせている。今後何か手がかりがつかめるかもしれん。そうか、我々引き続きターン X の動向に注意しつつ探索を進める。あ、頼んだぞ。確かターン X は先のエリアで待つと言っていたな。罠かもしれんが、どの道例の球体に近づくにはこの先のエリアを通らねばならんだろう。なら決まりだ、先へ行くぞ。先へ行かない。ああ、調べる。ちょっと中継地点があるかもしれないから。中継地点、中継地点ないかな。ああ、勝手に進んだ。気のせいかもしれんが、あの怪しげな球体の光、前より強くなったとは思わないか。リジェスコアか。うん、中継地点があってほしいけど、ない。うわ、始まっちゃったよこれ。え、ちょっとこれ単 X と戦うの無理だよ今の状況で。なんだ、また何かを召喚したのか。雷鳴は5回だ。ということは5体も。え、帰る帰る帰る。帰ります。
はい、ということでちょっとターン X が何を企んでるのかわからないですけども、かなりピンチなんで一旦帰還しました。じゃあ次回はちょっとこの続きからやっていきたいと思いますので、今回はこれで終了します。